収穫されることから健康的で元気な女の子の集団です。なおベジタブルの V はビクトリー勝利を表し、芸能界で個々それぞれの得意分野で頂点を極める女の子の集団です。そんなベジっ子が毎週日曜日13時半から30分間生配信します。ぜひ最後までお付き合いください。そしてベジっ子メンバーには野菜にちなんだニックネームが付けられます。そのニックネームを視聴者の皆様やファンの皆様から応募しています。お一人様何回でも応募可能です。メールアドレスはこちらになります。 info.vejikko@gmail.com です。ぜひ皆さん応募してください。応募してください。お願いします。この生配信を通じて私たちのキャラクターからぴったりなお野菜のニックネームをつけてくれたらとても嬉しいです。では最初のコーナーに行きますか。はい、ベジっ子のプライベート公開のコーナー。イエーイ。このコーナーでは毎週一人ずつベジっ子のプライベートを公開しちゃいます。イエーイ。今日は、私です。はい、すみません、ここから私入りますよ。お世話になってます、ヌルスターです。あれ、返事がない。まさかあれソース感っていう。でもあれですね、始まってからもう徐々に本当みんなのね、なんていうんですか、絆というかね、掛け合いがすごい良くなってきましたね。慣れてきました。慣れてきました。どうですか、はい、じゃあ今日はマヨミンのね、はい、プライベートを公開しちゃうということで、マヨミン準備はよろしいですか。はい、準備満タンです。準備満タンですか。了解でございます。じゃあ最初の1枚目いきたいと思います。最初の1枚目はこちらでございます。どうぞ。はい、アメリカ、アメリカ、はい、アメリカに行ったのか。これはどこですか。これは、まあ、アメリカに去年、まあ、3週間か4週間ぐらい、まあ、滞在させていただいたときに、あのいとこの、まあ、家族と、まあ、一緒にあのアメリカのニューヨークの自由の女神に行きました。ずいぶん長期滞在ですね。3、4週間行った、はい、そうなんです。あのいとこがアメリカに住んでて、でホームステイさせていただきました。あ、こうすごいあの顔をこう隠れてます。これいとこですか。はい、その一番小さい子がハーフなんですよ。なるほど。すっごい可愛いです。もうメロメロです。これこんだけ顔隠れてるのに一人顔隠れてるんですけど大丈夫ですか。これあ、それはどうぞなんで。あ、大丈夫なんですね。はい、はい、なるほどなるほど。これ 3,4 週間行ったらね、英語もね、これは少しは堪能になってると思いますが、英語はちょっとね、英語で自己紹介をちょっとね軽くやってもらいましょうか。あ、Hello, my name is Maya Mimuroみたいな感じ。いや、いいんじゃないですか。なんか、ね、発音が良かったですね。ベジっ子のメンバーでこの中で英語できます、私得意ですっていう人います？はいはいはい。あら、出てきた出てきたよ。じゃあ水桃と夏美でちょっと英語漫才をちょっとねやってもらえますか。じゃあちょっと。Hi, 夏美。Yay! It's a Megane? Yeah! Ready? Yeah!Ooh. It's Date Megane. Date Megane. Do you know Date Megane? Yes. Yeah. Handle. Yeah. はい、OK でございます。ありがとうございます。
まさかのメガネと無口日本語が出てくるっていう。いや、よかったんじゃないですか、でも。さすが水桃ちゃんと夏美さんですね。まよさん、まよみさん、まさかの置いてけぼりっていうね。大丈夫ですか、大丈夫ですか。でもいい写真ですね。またあれですか、近々、行くことあるんですか。そうですね、一回1年間留学してみたいかなっていう。ああ、なるほど。じゃあ海外にかなり興味がある。はい、結構ありますね。いいですね、このまま、うまく英語堪能になればね、英語が喋れるアイドルさんとか少ないでしょうからね、はい、じゃあ目指して頑張ります、ね、ちょっと特技として目指してもらえるといいかもしれませんね、はい、私も頑張る。ね、割って入られちゃいましたけど。じゃあ行きますよ、次のページは、はい、次の写真はこちらでございます。あ、はい、これはですね、お父さんの誕生日の写真なんですけど、みんな同じ服着てるのは、まあ、それも、まあ、インドネシアの、まあ、ホームステイに、まあ、私の家に来てた子が、まあ、お礼に送ってくれたジャカルタのバティックっていう民族衣装なんです。ずいぶんなんかラグジュアリーな場所ですね、はい、ここね。どっからホテルのとこだ、そういう感じですか。ステーキ屋さんです。あ、ステーキ屋さんですか、はい、へえ。またこうホームステイとかも受け入れてて国際的な感じなんですね、ご家族が。結構ウェルカムですね、喋れないんですけど。へえ。他にもあれですか、ホームステイ他の国々の方からもこう受け入れてたりするんですか。いや、このインドネシアの方が初めてでした。あ、なるほど、なるほど。で、これインドネシアの民族衣装を着て。そうです。え、ここは日本。日本です。日本なんだ。日本の三宮だな。具体的に具体的に出てきましたね。いや、でもすごいいいですね、この民族衣装、はい、お似合いでみんな。お父さんもだいぶ喜んでました。はい、なるほど。バクバク食べてました。お父さんにあげたプレゼントは何ですか。お父さんには、まあ、メッセージカードあげました。あ、これ喜びますね。こうありがとうとかそういうことのメッセージを添えて、はい、そう、ご家族仲いいですね、めちゃくちゃね。そうですね。じゃあ次の写真いきましょうか、はい、次の写真はこちら。はい、これはもう前髪が長い時なんですけど、お兄ちゃん、あ、これもアメリカに行った時なんですけど、プロメテウスの黄金像っていう、はい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 、後ろに、後ろの噴水のやつが。そうなんです。なんか冬になると全部がアイススケート場になるらしくて、はい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 、はい、すごい。これじゃあ暖かい時期に行った。はい、そうです、ね。で、これはあれですか、さっきの自由の女神の像のその滞在期間の時に行った。あ、はい、そうです。あ、なるほど。これまたいい写真ですね、これもね、はい。これあれですか、片手に持ってるのはマックの、はい、ジュースです。 S サイズですか、これ。はい。アメリカやっぱビッグサイズですね。はい、すごい。もうお腹がもうタプンタプンで、ね、アメリカの食事は合いました。結構合いましたね。結構食べるんでしたっけ、メガネさん。食べます、だいぶ食べました。そうなんでしたっけ。はい、結構前に自己紹介の時寝ることが趣味だっておっしゃってましたけど、はい、時差ボケとかは大丈夫ですか。時差ボケはもうすぐに治りました。寝るので、はい、寝まくって調整が調整がすごい効くんです。特技が活かされますね、それね。はい、いいですね、なるほど。じゃあ次の写真いきましょうか。はい。お、あ、これは、この間、まあ、ニコ生の時だったんですけど、文化祭があって、あ、これが、なるほど、はい、なんか展示で、まあ、東日本の話なんですけど、うん、なんか1万8000の折り鶴で、こう、あ、後ろにあるの折り鶴ですか。そうなんです、折り鶴で貼って作ったんです。なんか後ろがちょっとプリズムみたいな感じで、すごい綺麗ですね。はい、これは何の展示だったんですか。奇跡、上に書いてるんですけど、はい、あ、奇跡の一本松。これは福島のやつですかね。はい、はい、鶴で松をモチーフにして作りました。すごい、すごい綺麗ですね。これなんで真由美さんの時計ここピンクになってるんですか。ここはちょっと、あ、リボン、はい、あ、リボンをちょっと隠したい。あ、そういうことですね、はい、なるほど。顔があるのかと思った。みんな白なのに自分だけピンクに隠れて何かあるのかなと思いましたけど。あ、じゃあこれみんなでその奇跡の一本松のことをいろいろ調査して、はい、でそれを展示して、でそれで折り鶴もこれうまく上後ろにこう絵になるように展示して。なるほど。文化祭で一番の思い出は何ですか。文化祭の思い出はまあ全部ですけど、まあ、一番思い出なのが、まあ、屋台全部制覇できたこと。すごい、全部制覇できました。自分の展示物じゃなくて全部食べ
たことが一番思い出になるという、はい、すごい美味しくて全部が良かったですね、はい、じゃあもっと踏み込んで聞きますけど、この自分が展示したやつで一番印象に残ってることとかってあります？展示したやつは、まあ、やっぱり一番この写真かなと思います。奇跡の一本目、あ、この写真の後ろのね、はい、ちなみにこのポーズは、写真のポーズは何なんですか？ま、松ポーズですこれ松ポーズなんですか？はい、松をイメージして、グリコっぽい。ちょっとじゃあね、ちょっと申し訳ないですけど、ベジックの皆さん、松ポーズちょっとお願いできますか？皆さん松ポーズちょっと待って、これ飛び出せベジックなるほど、松ポーズとベジックポーズも一緒ですね。なるほど、いい写真ですね。じゃあ次の写真いきましょうか。次の写真はこちらです。はい、これは、空港で、まあ、後ろに顔隠されてるのがお兄ちゃんなんですけど、で服装がすごい男の子っぽいのは、あの実はちょっと重量オーバーで、ちょっと服を、まあ、いっぱい着込まないと、まあ、空港に入れないってことだったんで、いっぱいお兄ちゃんの服ばっかり着て、まあ、こういう状態になったっていう。あれですね、荷物が重量オーバーになっちゃうから、荷物をこう減らすために自分で着込んだっていうことですよね。これもただの不審者みたいになってますけど大丈夫ですか？大丈夫です。お兄ちゃんとは仲いいんですか？仲いいですね、はい。じゃあお兄ちゃんとも海外行ったりとか？そうですね、今お兄ちゃんが留学。あら、まあ本当国際的なご家族ですね。そうです。お兄様はどこにいらっしゃるんですか？アメリカのどっかにいます。どっか？どっかですか、はい、なるほど。まゆみさんはあれですか、将来的にこう海外に住むとか海外で何かしたいとかそういうのあるんですか？将来はそうですね、英語を使って、まあ、なせるアナウンサーとかなりたいなって。似合う、似合いますね、確かにね。ありがとうございます、まあ、アナウンサーといえば、まあ、滑舌と英語になるのかもしれないですけど、滑舌は得意ですか？滑舌がすごく悪いです。ほんまですか、はい、じゃあちょっとね、早口言葉をね、ちょっとここで披露してもらえればと思いますけど、早口言葉、何があるの？あ、何も出てこない。生麦、生卵いやいやいや、生麦、生卵ぐらいのなんかちょっとね、スピード感で。生麦、生卵。やっぱりそれはやっぱ初心者レベルのね、話なんで、はいはい、やっぱりこう、バスガス爆発とか、ちょっと難しいとこ言ってみますか。ガス爆発。ベジックの皆さん、あれですか、早口言葉得意ですか？得意です。じゃあちょっとまゆみさん一回座ってもらって、はいはい、じゃあなつみんさん、みずももさん、ゆあさん、リーダーさん、最後まゆみんさんで、はい、バスガス爆発を一人ずつ言って、はいはいはい、しっかりピッてまゆみんさんに終わったぞってね、締めてもらえればといいと思います、はいはいはい、じゃあまあなつみんさんからいきましょうか。いきます。バスガス爆発、いきます。ちょっと待ってください、あのその間を置いちゃダメ。バスガス爆発って言ったらすぐバスガス爆発、あ、もうすぐですか？もうすぐ了解です。連鎖してください、連鎖、はいはい、じゃあもう一回ね、夏美さんからいきましょうか。いきます。バスガス爆発、バスガス、バスガスちょっと水野さん、ね、ちょっとね、ですよ、2回目につまずくとこの企画自体なんざりになっちゃいますかね。ラストチャンスですよ、ラストチャンス。ヨアンちゃんもリーナちゃんも大丈夫？はい。最後はまゆみんさん締めてくださいね。はい、じゃあいきますよ。じゃあなつみんさんからお願いします。バスガス爆発、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 バス爆発、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 全員ダメやり直しやろな。次のコーナー行ってください。どうもありがとうございました。